皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の学校情報として、静岡県公立高校入試選抜方法、これについてお話しします。静岡県の高校、公立の場合は選抜方法2つあります。学校裁量枠というものと共通枠というものです。前半では学校裁量枠についてお話し、後半で共通枠、この順番でお話しします。この学校裁量枠というのは、その学校とか学科の特色に応じて独自の方法で選抜すると、これが学校裁量枠というものです。例を挙げると、スポーツとか芸術に優れた生徒を募集する場合、こういう場合に使われます。高校側から中学を通して受験生に、裁量枠で受験しませんかと声がかかる場合、これと今度は受験生側から中学校を通して高校側に裁量枠で受けさせてください、これ自己裁量枠というんですけれど、この2つがあります。学校裁量枠の募集、これは原則として定員の 50% 以下、募集定員の 50% 以下になっていて、多くの高校で大体 10% から 50% この割合で募集をしています。もちろん例外はあって、学校裁量枠がないというところもありますし、逆にスポーツ系などでは 100% 学校裁量枠だよと、こういうところもあるんですね。この選考、これは内申書と学力検査、これ入試ですよ。裁量枠だからといって、これ入試、テストを受けないというわけじゃないんですよね。ちゃんとテストは受けます。そして面接と独自の実技試験、これをやって、その結果で共通枠より先に合格不合格、これが決定されます。で、裁量枠だと、あ、自分は大丈夫、もう合格してると勘違いする生徒たまにいるんですけれど、そんなことはないんです。例えば裁量枠の定員が20人というところを、自己裁量枠と学校からの裁量枠合わせて25人になった場合、5人オーバーしちゃいますよね。オーバーしているということは、何人かはやはり不合格になる可能性があるということです。これを頭に入れておきましょう。裁量枠だから大丈夫だと思い込まないように、ね、不合格になる受験生はいます。共通枠より、ね、合格の基準が少し甘いんです。これは事実です。ただ甘いだけで、学力が一定以下の場合は不合格になります。このこと、裁量枠で受ける人、しっかり覚えておいてくださいね。では共通枠に移ります。共通枠です。共通枠、ごく普通に受験する生徒と思ってください。共通枠では、まず最初、各高校学科でこの受験する生徒、これ内申点の高い順にずっと並びます。そして並べていって、定員に入った受験生、この生徒たちは学力検査だけの選抜の対象になります。つまり内申点が足りない人で枠に入れなかった人は、最初の選抜から外れてしまうということですね。で、この定員に入った人、これは学力検査の得点の上位 75%、 これが合格者になります。で、定員に入っていたら、テストの結果、上位から 75% 程度、学校によって多少差はあるんですけど、大体 75% の生徒がテストだけで合格が決まると、こうなっています。これを第一段階選抜、このように言います。で、3番目に行くと、上記合格者、つまりテストだけで合格した人、これを除く全ての受験者の中から、調査書の学習の記録以外の部分、つまりこれ単純に言ったら、学習の記録ってのは内申点ですよね。内申点以外の部分と面接の結果によって、定員のおよそ 10%、 この 10% 程度が合格になります。これを第二段階選抜と呼んでいます。そして最後、
この上の2つで合格できなかった人、その合格しなかった人すべての受験者から総合的に判断して残りの枠の合格者、これが決まります。これ第3段階選抜と呼んでいます。今までのいろんな資料から第3段階選抜というのは大体内申点の高い人が合格している割合が多いです。またはその年に例えばこの学校ではこの部活を強くしたいからこのスポーツをやっていた人、これを優先的にしようと、このようなこともできるので、ちょっと学校によってこの第3段階の選抜って合格不合格どうなるかというのは分かれます。ですから皆さん、この第1段階選抜で合格できるようにしっかり内申点を上げて、テストでもいい点を取れるように勉強をしておきましょう。今回は静岡県公立高校の入試選抜方法、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。